こんばんは、カリマです。今日は、10月19日水曜日、時間はですね、17時44分です。18時前ですね。今日のマーケット見ていきたいと思います。まず、昨日の動画で原油と金、そのコモディティ、いわゆるコモディティ系の商品は、結構弱いですよねって話をしてました。で、金は三角持ち合いに入ってて、で、原油もこうずっとダウントレンドだったんですけど、まあ、引き続き昨日もあの動画、の後、分析をアップした後下げてきまして、はい、で金はこのね三角持ち合いをこの多分このぐらいので取ったんですよね。こんな感じの時にで金は下に抜けてきて、今はねちょっと下髭つけて耐えてるんですよね。ここのゾーンでこれをもう一回下に抜けてくると、4時間見ましょう。はい、ここ。この根元。1624あたりまでは下げるかもしれない。はい。そんな形になってます。で、4時間もヘッド&ショルダー作ってるので、こうで、こうで、こうですね。はい。非常にまあ弱いなというところですね。で、原油、はい、次原油を見たいんですけど、一回これ消して、はい。原油はじゃあどうかっていうと、原油もまあ弱いんですよね、今形的には。はい。で、こんな感じでずっとダウントレンドで、OPEC とそのサウジの増産、減産のニュースが出たこの日、10月3日。まあ、ここ、今、まあ、ほぼほぼ来ましたけど、昨日の段階で。来たんですけど、こっからが重要で、こっからじゃあまた買いが入っていって、再び上昇していくのか、もうこの出発点を抜けちゃうのかっていうところが非常に大きな分岐点になるので、今日どっちに攻防、ね、その傾くかっていうところを見ていくことが必要かなと思います。はい。で次株価指数なんですけど、昨日はまあこのチャンネルをね上にナスダック、はい、これナスダックの日足ですけど、チャンネルを上に抜けたんじゃねえ説があったんですけど、まだね微妙なんですよね。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ちょっと消そう、これね。はい。あれ。うん。消して。はい、これも消して。はい、ここ。この10月18日の日足のローソク足は、上髭つけて引けてます。はい。で、今日は、陰線で落ちてきてるんですよね。なので、これはもしかしたら、トレンドラインブレイクできなかったパターンかもしれない。で、短い時間足見ると、4時間、そうですね。4時間は、昨日の段階では、下髭を2本長いのつけて、上に上がって引けたので、これ強いんじゃないかなって感じだったんですけど、やっぱ今日の、アジア時間と欧州時間で、ここの、ナスダック先物は 11,357 超えれないと、どうしても超えれずに落ちてきてて、で今日のニューヨークですよね、こっから上行くのか下行くのかでもう展開がもう全然変わってくるかなと、思ってます。だってもう行った方向についていくしかないという、まあ基本いつもそうなんですけど、基本もう行った方についていくしかないんですけど、今回はより行った方向に値動きがちょっとトレンドが今日明日とか出やすいかなと思うので、まあ、チャンスでもあるかなと見てます。はい。で、ダックスはもう終わってきましたね。ダックスはね。はい。ダックスは、ここ終わってきちゃいました。ここの安値、ね。はい。で、トレンドラインの内側にまた潜ってきたので、もしかしたらこれは騙し、不発だったかもしれない。ということで、ちょっと下げの方が強いかなと。うん、感じですね。で、他、ダウ、こっちがダウですけど、まあ、ナスダックとグよりは強いですよね、形は。はい。これ、ダウの日足なんですけど、一応ブレイクアウトしてるんですよ、これ、こっちは。ナスダックの方が弱い。はい。こっち一応ブレイクしてます。ということですね。うん。で、S&P500 も、ナスダックより強いですね。はい。こっちね、もうミドル超えて、プラス1アルファボリンジャーバンドにまだ入ってるので、うん。
まあまあ強い形ですね。はい。まあ、あとは今日どうなるか。今日のニューヨークどうなるかしっかり見ていきたいなと。そんなところです。為替はもうドル円は介入がいつ来るかわかんないので、僕はノータッチ。やっぱ昨日もね、介入来るかもしれま、えー、知れませんねって話をしたんですけど、やっぱり18時に1回ドーンと1円ぐらい落ちて、ここで損切りになった人は結構いるっていうのは聞きました。こういうのされちゃうともうどうしようもないですよね。ユーロ円もまあ、引き続き強いですけど、高値を追いかけていくのは、ちょっと避けたいかなというところです。ポンド円も、まあ、まだブレイクした形で、ブレイクポイントで今、まだ支えられてると。はい。で、これ1時間ですけど、まあ、ここでもう一回買いが入るかどうかですよね。今日。それは、ちょっと見ていきたいなっていうところです。はい。なので、全体的に、商品系は弱いっていうことと、株価指数は、ようやく一旦これ上の流れかって思いつつ、まだわからないっていうところで今揺らいでると。だから今日明日でこれが結構明確に、やっぱ騙しだったね、もしくはやっぱ上に抜けてきたねっていうのがもっとはっきり見えてくると思うので、その出た方向にとりあえず乗りたいですね。そしたらね、結構値幅出るんじゃないかなと勝手に思ってます。期待も込めて。はい。で、今日の、ワンポイントティップスなんですけど、よくですね、そのエントリーが遅くなっちゃうっていう相談をもらいます。と、例えば、これも適当に今金ですけど、このレンジ帯を下に抜けてきました。はい。戻し来ました。で、この戻しが来た時に、本来この戻しで、上髭つけてね、こういうところで入れたらショートできたらいいんですけど、こういう時に、なんか、直近はやっぱ上げてきてるので、どうしてもショート躊躇しちゃうんですっていう、悩みが多いんですよね。で、これはもう誰もわかんないんですよね、この段階ではね。このまま上に行っちゃうのか、下に行くのか、わかんないんですけど、今までの流れを加味すると、やっぱり下だよねっていうところを取っていこうとしてるっていうことと、やっぱ引きつける、なるべく引きつけたいっていう、こと。引きつけるほど、もう一回そっちに行く空間ができるので、やっぱ追いかけるとやっぱ分が悪いですよね。方向性が合ってても戻されちゃった時に、突っ込んで入ってるので、再び価格が回復するまで耐えるしかないじゃないですか。だから引きつけたいんですけど、でもそこのこう攻防ですよね。引きつけるっていうのは分かってるけど、でも戻してきてるところを入るの怖いなみたいな。で、その時に見直してほしいことがありまして、それがこれいつもちょっと言ってることかもしれないんですけど、やっぱロットなんですよ。ロットをなるべく下げましょうって。で、エントリーするときに余計ないろんなこと考えちゃう。例えば、損切りになったらどうしようとか、引かされたらどうしようとか、あ、今2連勝してるから次も勝ちたいなとか、いろんなことが頭の中にあると、自分の直感が鈍ってしまうのと、あ、ここだなっていうところをね、取れないんですよね。なので、身を軽くする、身軽になるっていう意味でも、ロットを下げてみてほしいんですよ。そしたら案外スッと入れたりします。で、それでいい癖をつけていったら、後々必ずロットを上げれるようになっていくので、とにかくね、みんなの逆をやる。みんなロットを上げていこうとする。でも、逆にそれは遠回りになってしまうことも多いです。なので、あえてロットを下げる。あえてロットを下げてみるっていうことを意識してやるだけで、意外とね、スムーズに、トレードできたりすると思います。ということで、ぜひやってみてください。